はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ボンゲンです。それではサージンゴーラ、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、ホルの町から、地下道を通りまして、で、ケルムの塔に行きまして、で、そこでオーンズにね、回ったんですけれども、そこに時の使いが現れまして、で、結局光の呪法師であるムーがね、ルフィードを倒すしかないという話を受けまして、で、その後、アズラーの島に渡るところでね、海賊のデックが現れまして、で、無事にね、3人を島まで送ってくれまして、で、その後、このアズラーの町でね、いろいろ話を聞いて回った後、地下道に通じる扉をね、開けてきまして、で、またアズラーの町に戻ってね、セーブをしたところで、前回は、終了したんですけれども、今回は、いよいよ敵の本拠地である、アズールの城にね、行ってみたいと思うんですけれども、その前に、実況外でレベル上げをしまして、ムーがレベル40、シルクがレベル38、で、バラムがレベル39まで、上がっております。では、城の方に行ってみましょう。戦闘ですね。さーっと倒してください。なるべく城まではね、ノーダメージで、行きたいんですけれど、残り1体かな。もうちょい、城はこの左側に見える山をね、迂回したところにあるわけなんですけれど、結構ね遠いんですよね。なんか後ろの敵がバドを撃とうとしておりますけれども、多分大丈夫でしょう。当たらない。これでいけるかな。頑張れ。これでいけます。よし、結構ね、お城までも遠いんですよね。で、こっから北上するんですが、また戦闘。この真ん中にいる敵が、なんか呪法をね、たまに撃ってくるんですが、大丈夫でしょう。こんな感じかな。ミス。さーっと倒せるでしょう。当たらない。ちょっとシルクさん調子悪いですね。あら、エンカウントが高いぞ。ガンガン倒していきましょう。結構適当にターゲット指定をしてるんですけれど、なんとかなるかな。それにしても当たらないな。よし、
北上して、でちょっと東の方かな、結構ミスりますね。なるべく体力とかね、 MP を温存していきたいんですよね。当たれ、よし。あれ、倒せない。結構ね、頑張ってレベル上げしたんですけれども、なかなか敵も強いですね。この辺から東かな。まあこの手前にいる敵は、まあ、大したことはないんですけれど、この後ろにいる蝶々みたいな敵がね、結構体力が高いんですよね。あれ、ちょっとミスが多いですね。攻撃食らっちゃうかな。まあ行動力はね相当上回ってるんですけれども、当たらないことにはどうしようもないですからね。もうちょいかな。この敵はちょっと強いんですけれど、とりあえずムーとシルクで一体を集中させて、お、会心。よしよし、後ろのなんか水色のやつは取っときましょう。この敵はまあ大したことないんですけどね。ふう、なんとかノーダメでいけそうかな。あ、後ろありましたが、さっと倒してください。この右側にいるやつはなんかたまに呪符をね、まあ、備えようとするんですけれども、うん、大丈夫ですね。ミス、ミス、ミスミスが多いぞ。お、会心。会心はいいんですけど、コンスタントに当ててほしいんですよね。なんとか城に行けそうかな。あら一本円カウントはきついです。なんかターゲットが違いますが、まあいいでしょう。蝶々優先かな。蝶々がなんかわかんないですけど、城まで行けるかな。よし、ここがルフィードの城ねよし、早いとこ片付けてしまおうぜ。まあ、そう簡単に行きますかねアズールの城、まあ、城の名前はアズールなんですけれど、この
島の名前はアズラーなんですよね。まあ、この辺の統一感の噂が、まあ、セガの RPG って感じがしますね。周りは何もなし。お、兵士がいますね。ルフィード様もサムニバル様も最近様子がおかしい。もしかしたら闇の力のせいなのでは。どうなんでしょう。あ、普通にエンカウント。この敵はちょっと面倒ですね。攻撃食らうと痛いんですよね。お、ナイス。前に倒せるでしょう。まあ栄翔さえ止めてしまえば大したことはないかな。頑張れ。よし。あら、倒せない。うん、まあいいでしょう。そしたらなんか兵士がまたいますね。貴様ら何者だ。あ、戦闘。中ボスの BGM ですが、まあ、大したことはないでしょう。むしろ普通に今まで城の中で戦った敵の方が強いですね。まずはこっからかな。あら、この兵士も戦闘。うん、弱いですね。経験値も安い。さっきいた兵士は見たことないやつだったな。お前たちも怪しいやつ成敗してくれる。あ、この兵士も。さーっと倒してください。宝箱がありますね。光の方を手に入れた。まあ、これは当然ムーの装備品ですね。うん、だいぶ防御力が上がったかな。たら左かな。まずはシルクのターゲットを見極めまして、今度は右かな。完全にオーバーキル。そしたらまあ左側の階段に行きましょうと思ったら戦闘。左の方にもね、確か宝箱があるんですけれど、右のは何だろう、キフヤンかな。むしろ、冷静してた方が
攻撃してこないですからね。あら、よし、階段、宝箱は、また戦闘。よし、あった、もうすぐ闇の力が動き出す。そうすれば世界は生まれ変わる。あ、そうですか。あれ、この兵士も普通に戦闘になっちゃいましたね。宝箱取っちゃいましょう。炎の鎧を手に入れた。炎の鎧は、バラムーンですね。炎、回避能力もいくらか上がったのかな。なかなか先に行けませんね。右側のは OK。 これで真ん中のも OK。 よし、あら、倒せない。そしたらこの建物でやることはなくなったので出ましょう。かな。お、なんか呪法師がいますね。攻撃、念、気、闇、5つの法典が揃わなくても強い力の呪法師の力を闇の法典に流し込めば、それだけでも世界を作り変えられるぐらいの力を得ることができるとか。さすがはルフィード様、先を読んでおられる。単純に法典を全部集められなかっただけのことだと思うんですけどね。バド、止まっちゃえば OK。 よし、強いかな。おお、貴様ら、法典を持っておるではないか。それをこっちによこすのだ。あ、戦闘か。さっと倒せるでしょう。あんまり体力は高くはないですからね。ただクフヤンは当たると相当痛いです。あと2人いますね。ミルとかいう呪法師かい。あの女は今頃力を奪われて闇の力を高めるために役立っているさ。あ、また戦闘か。とりあえずミル、まだ無事みたいですね。まだ無事というか、無事みたいですね。
肝心のヌークはどうしているんでしょう。なんか右側にも呪法師いましたよね。ルフィード様は闇の力を借りて誰もが幸せに暮らせる世界を作ろうとしておられる。だが最近のルフィード様を見ているととてもそうとは思えない思えないのだが。なるほど、単純に力を得たいだけなのかな。あ、鍵、この敵はちょっと面倒ですね。なんとかノーダメで倒してください。微妙に足りてないな。まずは宝箱を取っちゃいましょう。この左側の敵が乗ってる動物は何なんでしょうかね。ドラゴンでもないですし、まあいっか。棒人間みたいなやつもよくわかんないですけどね。もうちょいかな。今更バードを唱えても遅いですね。疾風マントを手に入れた。疾風マントは、シルクの装備品ですね。疾風マント初めてマントが手が入ったのかな。いますね。兄貴、ルフィードの味方などしないで俺たちと一緒に戦おう。グルル。兄貴、俺だ。俺がわからないのか。俺は力が欲しいのだ。これはもしかしたら闇の力に体が耐えられずに。なんだと、兄貴はどうなってしまうんだ。闇の力に飲まれて飲み込まれて心も体も魔物になってしまうのかも。あ、兄貴しっかりしてくれ。うおー、ダメっぽいですね。倒しましょう。とりあえず武装は打たないで頑張りましょう。ミネシャブか。ミネシャブも当たると相当痛いですが、そばに倒せるというか一応止められるかな。ミスが多いぞ。食らっちゃうかな。で、呪法なんか完成しそうだな。大丈夫かな。お、なんとか止めましたね。ボコボコにしましょう。サムニバ。そして当たらない。
タフですね。で、なんか冷笑してますね。お、バラムがとどめ刺しましたね。ふう、ぐふ、兄貴兄貴、どうしてこんなことになっちまったんだ。バラム、さっきから俺を呼んでいたのはお前だったのか。兄貴、一体。バラムよ、俺は力を求めていた。誰にも負けない強い力を。そしてルフィードに出会い、闇の力の強さを知った。何者をも恐れない力をな。うん、だが闇の力はいつしか俺の心までを闇の中に閉じ込めてしまったのだ。バラムよ、弟よ、こういう形になりはしたが、人の心を取り戻せたのはお前のおかげだ。あ、兄貴、ルフィードを倒しに行くのだろう。気をつけろ、奴は強い。しかも奴はすでに闇の力によって心を奪われている。さらに見るとかいう呪法師の力を奪い取り、闇の法典の力だけで世界を作り変えようとしている。この塔の上から奴のところへ行ける。これが鍵だ。さあ早く行け。アズールの鍵を手に入れた。まあ、一応サムニバル倒しましたけどね。気をつけろ、ルフィードは強いぞ。俺なんか比べ物にならないほどな。まあ、ちょっとかわいそうな感じはしますよね。まあ、強い力を欲し、闇の力に飲み込まれてしまったマトロかな。で、まあサムニマルはまあどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、とりあえずさーっと敵を倒してください。まあまだいっか。で、こっからかな。ザッコはさーっと倒してほしいんですけどね。いけるかな。倒せない。そしてミス。ふう、まだ倒れてますね。お前ら死にか。なんと宝典を集めてきたのか。しかしルフィード様はもう宝典には用がないとおっしゃっていたが。あ、そうですか。あれ、ここの部屋も戦闘になるのか。あ、違う。倒してください。アルゼストに近いですからね。残り1体。
ちょっと回復しましょう。いや、ボリテギで十分かな。バラムも回復。ほら、何にも会話がないですね。とりあえず一体を集中。手前にいるちょっとセクシーなやつは護衛してますね。ゾルグとかを行こうとしてるのかな。呪法が完成する前に倒しきりたいですが、この敵もなんか気持ち悪いですね。ぜし何者なんでしょう。ベローンとかしてますけどね。来た。まあ、なんとか押し切れるかな。硬いですね。で、よし。うわ。ちょっとどいてもらいまして、結構食らっちゃってますね。ザーム一発では治らない。道具ではなく、ここからまあ中ボスラッシュなんですよね。手前にいる敵は。雑魚よりはちょっと強い感じかな。痛い。本当に痛いですね。そう、全開薬使った方がいいかな。危ない。大丈夫かな、 HP は。とりあえず蝶々を倒しますか。
停止を止めましょう。あ、そっか、護衛してるのか。なるほど。お、当たった。護衛やめちゃったのかな。あとはなんとかなるでしょう。そろそろ犬を回復した方が良さそうな気がしないでもないですけど、ザーム一発じゃ治らないか。微妙に全開してないな。まあ、いっか。こっからはゼルゼレ打ちましょう。誰か護衛させた方がいいかな。バルの護衛かな。昨日の敵がプクヤン行こうとしてますもんね。の方が早そうかな。とりあえず停止を止めましょう。あ、ゼルゼレ発動。倒せないな。まあ攻撃でか。誰なんでしょうか。はい、ちょっと回復した方がいいかな。
返しましょう。とりあえずパイプだけしときます。とりあえず一旦城の外まで出ましょう。戦闘か、逃げますか。逃げるより倒した方が早いかな。ちょっと一旦城の外に出るまで逃げましょう。サムリバル倒れてますが、ほっときましょう。この敵も逃げましょう。ここだとセーブはできないですよね。完全に出るしかないか。そしたら今回は一旦このここはアズールの城かな、まあ、ここでセーブをして終了したいと思います。うん、これで OK かな。まあ、あとはちょっと実況外でね、また町に戻って、もろもろアイテムとかをね、買って、次回、先に進みたいと思います。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。